こんにちは、速歌塾の久保です、えー、今回もね、お金の勉強ということで動画を2つ送っていただきました。その動画に対してのレビューになりますけども、全体的にまとまってよろしいんじゃないかなと思います。まあ、なんを言えばね、あの、会話の途中に、まあ、ええー、っていうのが結構入りますんで、これをなんとかなくすか、どうしてもなくせないようでしたら、編集でどん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 カットしていって、テンポよく話せるようになるといいですよね。 え特にですね最近は耳学問と言いましてこのイヤホンなどで勉強になる音声を聞く YouTube を聞くという例がございますのでそこでね話がもたついた感じになっちゃうとせっかくのいい話も途中で聞きにくいからやめちゃおうかなってことになったりやっぱりね聞きやすいテンポってあるんですよそれは大体歩行のテンポだというふうに言われています歩くペースで聞くと頭に入りやすいまあですんでね逆に言うと テンポよく話してると、その話すペースに合わせて、歩くペース、活力テンポっていうんですけども、1秒で2歩歩くようなペースを人にもたらすことができるので、実はね、耳学問用には、健康に依頼するところもあるんですよね。はい。えー、というところでね、えー、テンポよく話すことはどうかなというところが1点。もう1個はですね、まあ、全体的に悪くないんですけども、つかみに今話題のお金に関するテーマを入れていくっていうのはいかがでしょうか。そもそも、 動画での話し方、パブリックスピーキングっていうのは、U.W.I. というね、流れで話すと受け取ってもらいやすいよというふうに、速解塾の中ではお伝えしております。U.W.I. って何かっていうとですね、まず自分の言いたいことを言ってしまうんではなくて、これが I っていうことなんですけどね、まずは、あなた方の知りたいこと、あなたの知りたいことをドーンと打ち出しますよ、もしくはあなたの知っていることを話題に出しますよっていうのが、つかみの中で効果的な U. っていう、 概念なんですよねその後で私たち共通の思い We っていうところにつなげていきます最終的に自分の言いたいことはこれなんですっていう形でね導入部を作るもしくは話全体を作っていくととっても受け取ってもらいやすくなりますまあだ,だいたいね動画をポッと開いたりとか音声を聞くときにその人の言いたいことを言うまあ有名人が言ってるならいいんですけどね私たち普通の人が言う場合はあ自分のことを言われてるなーっていうふうに 聞き始めた方が最後まで聞きやすくなっちゃうんですよねじゃあ今お金についての話題ってどんなことがあるでしょうかそうですね給付金です10万円のこの給付金が一体誰に支払われるのかいまいちごちゃごちゃして分かりにくくなっちゃいましたまあ全国一律給付だったら簡単なんですけども条件付き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 で一体誰がもらえるんやって話になりますよね、まあ、ですんでね今話題の10万円の給付金について 最新情報ですということでお話しするというのをつかみにするのもいいんじゃないかなと思うんですよね。でお金の勉強としてもう一個導入部で取り扱うことができるのが文書交通滞在費といういわゆる国会議員の方が給料と歳費とはね別に経費で使ってくださいよっていうふうに問答無用で渡される月間100万円の,こ,のお金ですこれ実はたった1日の勤務でももしくは国会議員としての 登録が1日ででもも数時間でもあれれば100万円渡されるってこ,となんですよこれにね多くの国民は大激怒ということなんですけどもね全然分かってないんですよこのね100万円がどんな意味を持つのかってことが全然分かってない例えばねこれ今朝のライブ放送でもやろうかと思いますけどももう原稿も作りましたけどね私ら経営者の感覚としては100万円の経費なんてねどうってことない金額ですよあっという間に消し飛びますよ 給料をもらってる側からすると月に100万円を使うって経験はないと思いますけども経営者をやってるとね一日で数百万とか数千万使うこともあるんですよ一日でですよでもそれは個人的に飲み食いして使うものではないんですよ会社の運営として社会に関わるための取引先との関係を作るための数百万なんですよねで平たく考えてみても国会議員の方は秘書を置いてますよねたった一人で活動することはありません で多くの方は東京に住んでるわけではなくて地方から上京して東京で仕事をして土日は地元に帰って地元の活動をしますもしくは家族に会いますそうすると移動にかかるコストだけでも相当なものです東京で勤務してる間にじゃあ地元にね何も自分の生活拠点とか活動拠点なくていいのかとそうではないです地元には自分の事務所講演会事務所などを置かなければなりますよねそうするとそこに家賃かかります 事務員さんんを置かねばなりません自分がそこに帰るときは秘書も連れていかなくてはいけません。ってなると、なんとですね、文書、交通、滞在費100万円、こんなので足りるわけないんですよ。私たち経営者の感覚で言うと、やっぱり社長はね、人を何人か使ってたりとか、私みたいに人を使ってない例でも、顧問を契約してるんですよ。そうなると、何もしてないように見えてね、1日10万円ぐらいの経費なんてバカバカかかってくるわけですよ。 たった一人で経営してる会社でも経費はそうやってかかるわけですからで家賃もかかってきますね当然ねいやそうなるとね文書交通滞在費という名目かなんか分かりませんけども経費を100万円渡されてねそれで100万円がけしからん高いとかいう感覚は完全にこれね勤め人の感覚なんです,よですから国会議員としてじゃあ月収20万30万と同じ感覚でやって国会議員に勤まるんですかって考えたらどうですかね そもそも国会議員になるために、供託金300万とか、比例まで出すと600万っていうふうに、国会議員になる前でもね、そうやってお金がかかってしまう上に、自分の選挙活動しようと思ったら、外宣カーを回したりね、それからそれこそ、ウグイス城を頼んだりとか、チラシポスターを吸ったりとか、もう何百万何千万かかるかわかんないみたいなところで、国会議員への道を歩み始めるわけなんですよ。で、その上でね、国会議員だったら、各地方の視察ですとか、 様々ね、移動が多いわけですよ。移動した先で宿泊することもあるでしょうそうなると移動や宿泊に自分1人のみならず同行者数名分のも負担しなくてはなりませんよそれを月に34回やっただけでも100万なんてあっという間に消し止めますからね、まあ、ですからたった1日といえども国会議員として登録された以上年間で1200万を月割りでもらっているだけですからそう考えたら い,やいいいいやんじゃないの1日勤務して100万っていう感覚にはなるんですけどもねそれから領収書の問題なんですけども領収書はねそれはねあの提出不要のがいいですよ国会議員の方っていうのは何にいくら使ったかっていうのがバレてしまうと対立候補にじゃあどのくらいの資金をこっちはかけようかっていうのなねそういった戦略を持たれてしまうんですよそうなってくると次回の当選当選しないというね えー、再任されるしないっていう次回の選挙活動にも大きく影響しますから何にいくらどこで使ったかっていうのは極力知らせることがね控えた方がいいっていうのがそれは本当のことですあと一つはどこの事業者と結託しているのかってことがねバレてしまってはいけないってこともあります、うん、だからねこの領収書に関しては他にもあるんですよ領収書を処理するコストもかかるんですよ。ね、領収書を100万円ととななると1枚1枚相当な あのボリュームですよじゃあそこにまた一人ねあの総務の方や税理士を雇って会計士を雇ってやるのかってことになっちゃうじゃないですかだから100万円の領収書を発行させるためにね提出させるためにさらに人を雇わなくてはいけないんでさらに経費がかかるみたいなことになりますもちろんね雇用を拡充するという意味ではいいことなんですけどもでも国会議員になったらねお金がなくて政治活動ができなくなりましたって本末転倒ですから。 国会議員の方には、なるべくね、あの、使ったお金の制約なく、いろんな活動してもらいたいなと思いますし、もちろん国会議員になって何も活動しない人は全部丸儲けですよ。だからそういう人に対しては、なんとかしないといけないなって感じますけどね。まあ、まだまだいろいろと言いたいことはあるんですけども、まあ、こういうふうな形でね、文書交通滞在費、1日100万みたいなことに批判が集まってますけども、多くの方は全くお金のことが分かっていない。 そもそも1日で100万っていうのを使ったことがないという方が多いと思いますから100万円はね途方もない金額なのに思いますけどもお金を扱う金額が増えていくと100万なんてのはね、うん、自分個人で使う分には多いですけども公に使う会社経営に使う社会のために使う国会議員として使うとなると100万円というのもランチ代の1000円と同じような感覚になっていくのはこれは仕方がないことです。よくね 民間の感覚ではっていうふうに言って国会議員を非難する方がいますけども民間じゃないですからね。そもそも違いますから。民間と比べたらみたいなことを言う。もう物、その辺からおかしいわけなんですよね。物自体がおかしい。うん、国会議員と民間同列じゃないですから、ね、やっぱり。うん。まだ他にもね、財政出動っていう意味でもね、やっぱり国会議員の方が100万円受け取るっていうのはいいことですよ。 100人いたら1億円じゃないですか1億円分の財政出動を財務省にさせてるわけですから特に緊縮バリバリの世の中が続いてますからどんな名目でもいいから国会議員の方にはたくさんのお金を受け取っていただいてそのお金を結局民間でしか使わないわけですからね民間が潤うわけですよだから文書活動報告費なんか文、ね、通費ってありますけどもあれを100万円渡されるってことは100万円民間で消費してくれるんで助かる業者が多いわけですから1000万でもいいですよね それれを使わずに溜め込ままると困っちゃいますけどねで使わずに溜め込むってことは政治活動をしてないってことなんですよ。そういう人は選挙で落とすしかないかなと思いますがいかがでしょうかね。まあですのでね大阪の大石明子さん令和新選組の大石明子さんが100万円をがっぽりホールドして選挙活動に使いますっていうのは全然いいことだと思いますしあの橋本徹さんみたいにね100万返せってのはもう緊縮財政にね 輪ををかかけてしままううような、ななな悪質な考え方だとと言わざるを得ないかなと思い思す。橋本徹さんほどの人がねお金について分かんないわけがないんですけどもおそ、まあ、らくもう完全に既得権益者としてね自分のポジションを作ってしまったんでしょうねなんか狂犬のように権力に噛みつくあの頃の橋本徹さんはどこ行ってしまったんでしょうかという形でございます好きだったんですけどもね全然ダメな人になってしまいましたじゃあ以上です参考になれば幸いですいってらっしゃい